おい、おいおい、ほらほら、一枚岩ほらね、あれは小学生だよね。そう、一枚岩。テリー出社の車の話始まりました。はい、キューちゃん、はい、ここはどこですか。ここはですね、はい、埼玉県の人気観光スポット長瀞でございます。長瀞、私大好きです。あら、これは良かった良かった。なんかいいね、涼しくてここ。いいですよね、はい、うん、そして今日は長瀞でですね、今おすすめの楽しみ方があると。長瀞の今最新の楽しみ方何ですか。はい、川遊び、川遊び、ライン下りね、うん、有名ですけれども、ね、今最新というとこちらですよ、トゥクトゥクです。おー、はい、ほう、実は今ですね、トゥクトゥクをレンタルして長瀞観光を楽しむ方が増えている。なのでこのトゥクトゥクを使って今回長瀞観光を満喫したいと思っております。最高じゃないですか。大好きですよ、こういうの僕、ね、はい。トゥクトゥクレンタルの岡園さんです。よろしくお願いします。社長、よろしくお願いします。ちょっとスーツが大きめですけどね。あら、ちょっとダブダブしてますけど、いいですね。痩せちゃったんだよね。僕もさっきね、ずいぶん大きいスーツ着てるなと思って、確か痩せたんだなと思ってね。いいですよ、ちょっとスマートになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでこのトゥクトゥクやろうと思ったんですか。トゥクトゥクそのものはですね、秩父の町の観光の乗り物が少ないんです。あそこが少ないんで、何か一つないかなっていうので、はい、コストあまりかけずにやれる方なんだろうっていうところからこれに入ったんですね。さすが、もう目の付けどころがね、さすが社長、いいですね。これどうなんですか、レンタル。レンタルはコロナと一緒に始まったもんですからね、はい、ちょっと鈍かったんですけど、今は復帰してます。やっぱこう、はい、今みんな乗りたいんだ。増えてます。だってこれ乗ってさ、僕なんかも正直言っていつも乗りたい乗りたいと思ってたけど、はい、乗ったことないんですよ。確かに。これはだからフィリピンとかタイとかで俺いつもタクシーで乗ってる。そうか。でも乗ってるのは後ろ乗り、ね、後ろでしょ、うん、はい、今回は前乗れますから。そう。あ、そう、はい、ね、これはどこ製なんですか。タイの。ねえねえ、あ、そうじゃなくて土屋さんが運転するんだよ。そうよ。俺当たり前。俺なに、ぼーっとしてんの。うちの運転手って言ったらあなたしかいないじゃないの。トゥクトゥクってタクシードライバーでしょ。いやでもね、今回は僕らは営業じゃないから。そう、ね、営業だとダメだけど。あ、なるほどね。これなんか運転できる条件とかあるんですか。はい、年齢制限も一応してはあります。あ、ただ、まあ、バイクの免許でしょ。いや、車のオートマの免許で走れるんです、ね、普通免許持ってますよね。これ3人だからヘルメットもいらないので、いらないよね、はい、気軽に楽しめるそうですよ、うん、あ、なんかちょっとね、はい、いいですね。あ、これでいきましょうか。これちょっと社長、どうって運転するんですか。これは横座りの7人乗りなんです、ね、7人乗り、はい、7人乗り。え、これ排気量は660cc です。あ、でかいんだね。あの、ダイハツの軽自動車のエンジン。660です。ダイハツの、ちょっとまたいで。ダイハツの軽自動車。あ、もうエンジン。エンジン、そう。そうなんだ。だからほら、見たから、シフトのこれなんか、ほら、オートマ、オートマ。オートマの普通のあれみたいなの、はい。あ、これブレーキだ。ブレーキ、サイドブレーキ。うん、ね。アクセルは？アクセルこれ。すぐ行けそうじゃん。まあ、バイクだね。バイクだよね。うん、あれ、シューさんってバイクも乗るんですか？あ、だって高校の時乗ってたよ。あ、じゃあ大丈夫かな。うん、おい、おいおい、さすがです。これエンジンは、エンジンは 660cc のダイハツのエンジン。ダイハツのエンジン、あ、はい、うん、おお、なんか日本車の古いエンジンを乗せてタイから戻ってきてる。あ、止まった。あ、そうなんですね。今止めたの。あ、止めた。え、これはいつからやったんですか。もう5年になります。5年、はい、じゃあね、あのコロナがちょっとね、少し収束しだしてからは営業成績も右肩上がりで、少しずつですね、ちょっとね、応援しましょうよ。まだ爆発してない、ね、いや、これからでね、これからです、ね、皆さんまだね、正直言って知らないですよ。あ、知らない、知らない。確かに、確かに、これ運転できるなんてね、皆さんになんか楽しんでもらって、ね、じゃあちょっと実際に練習してみます。練習しようよ、ね、じゃあ練習しましょう。お願いします、ね、練習どこだよ、ね、練習場はこの出たところにある、出たところ、じゃあちょっと練習場で。お客さん、1回100円。え、お客さん乗るの。お客さん練習乗って。1回100円。じゃあ乗っちゃう。あ、お客さん、はい、乗りますよ。乗らなくていいよ。これ乗り合いだから。乗り合いだから。1回100円。100円ね。民家も再生してね、綺麗なお家にしてやってるんでしょうね。そうなんですね。展示場を兼ねて宿泊する。偉いね、社長。いいね。地元の目。
これ結構面白いですよ、乗ってて。これ電車走ってんのこれ、はい、SL 走るんだって。 SL 走りますね、走ってんだここ、はい、秩父鉄道と SL 週に2回。あ、そう、はい、土日だけ動いてますね。いいですね、こんなすごい近くでね、はい、うん、石原さんどうですか面白い壊れない、壊れます、壊れる、もう思いっきり壊れます。何が壊れんの？マフラーは落ちてなくなるし、うん、アクセルワイヤーは飛ぶし。あら、もうアクセルワイヤーなんだよ、昔のやつなんでね。あ、そう、それを部品探しがすごい大変で、部品探しが、アクセルワイヤー切れちゃうんだ、はい、そうだな、もう定期的に本当に点検しとかないと。あ、そうなんですね。持ってきた当時はすごかったですね、頻繁に。それ駅？あ、これ長瀞の駅です。あ、長瀞駅、はい、これ神社？はい、琴山神社です。おしゃれな、おしゃれなお店いっぱいありますよ、はい、ここは八名さんって、ね、たい焼き屋さんです。豚味噌丼、たい焼き、たい焼き食べたい、はい、たい焼き寄りますね。なかなかおしゃれ。あそこにあるの？射的屋さんありますよ、射的、はい、射的もありますね射的、マジで、うん、これって高速道路乗っていいの？乗れるんです。いいよね、乗れるんです。110キロ出ますよ、これで、これこのまま乗せて高速乗っていいんですか？東京から持ってきましたもん。え、あの後ろに人乗せていい？人乗せても大丈夫。高速道路？シートベルトもいらない。あ、そう、はい、バイクなんで登録が。で、高速乗っていいんだ。で、今これしなくてもいいの？実はしなくてもいいんですけども、弊社だけはするように一応会社でね、規約を作って会社で作ってるんですね。その代わりあの0歳の方も乗せられるんですよ。あ、チャイルドシートつける。高速走れるんだ。高速走れるってすごいですね、うん、もう、まあ、すごい鳥居をくぐって町の方々も協力していただいて、いいな、登ってかないこれいやー面白い。この宝登山神社はですね、ミシュランのグリーンガイドジャポンで埼玉県初の一つ星をいただいている神社で、きらびやかな茶殿とかね、四季折々に楽しめる絶景が魅力なんですって。行ってみましょう。はい、あと金運アップとか縁結びのご利益です。あ、なるほどね、はい、さすが、私は知らなかった。あら、あら、あら、そうだそうだ車のお払いも、車のお払いもそうですよね。つくつくもやるんです。なかなか、そうなの、つくつくもここでお話してるんですか？お話するんです、はい、14日の日に。あ、そうなんですか、はい、これからですね。あ、これから、はい、はあ、上品だね、ほんと。ここから、ここから、ね、ここから。じゃあ、こんにちは、お邪魔します。階段の数が少ないんで、よいしょ、お邪魔します。いや、これは知らなかったね、ほんと、こんなところがあるなんて知らなかった。なんかすごいキラキラしてる感じがしますよ。じゃあ、そっか、すごいな。これは立派、誰を祀ってるんですか？私はそこまで詳しいすいませんね、ヤブのこと聞きますねいやいや、どうも、まあ、神主さんだったらいいけど、ね、社長ですよ、本当に地元の人だから、ね、じゃちょっとお参りするのに、あの小銭、うん、あ、小銭ね、はい、ありがとうね、なんかいいですね。いいよね。すごくいい。ああ、ちょっといいですね。なんかね、古すぎてよくわかんない。ね、あの方に聞いてみましょうよ。誰もね。そうですよ。先生。
お祭りをしている神様は三柱の神様でございまして、神山と岩根彦の御事様、こちらが神武天皇様でございます。神武天皇と大山積の御事、山の神様、そして穂結びの神、火の神様、この三柱の神様を当社ではお祭りをしております。こんな3人もいいんだよ神様。すごい。これいつ建ったんですか、この建造物は。こちらの建造物は、神社の社殿自体というのは明治7年、当社のですね、創建というのが西暦でいうところの110年、でその110年の時から1900年経った時、この1900年の奉祝事業の一つといたしまして、こちらの社殿の装飾をきれいに塗り直しを行いました。立派だね。じゃ古いんですね。そうですね、古い建物。ね、古いですよね。じゃあいいな。あと周りの木がみんなね、高いし緑が濃い。うん、せっかくなんでちょっとおみくじを。あ、おみくじ ね。はい、はい、じゃあ引きましょうか。あ、何？小槌出てきたけど、マジ？でこの紫の紐を引いていただくと、中におみくじが入っておりますので。引いたらパーンなくて、ね、ややくはないですね。あ、なるほど。おじろがしますね。ちょっとっ、これがおみくじなんだ。どうも。長いね。中吉。悪くないよ。ね、悪くないよ、中吉。もういいですよ。中吉の最初の大きいところ読んでください。問題解決で心軽やかです。軽やか、軽やか。3位表彰台に乗ったからね。よかったよかったよかった。仕事、周囲に助けられる。本当だ。助けられてる、助けられてる。金運は？臨時収入あり。おお。ない。ないね。え、今からですよ。まあ、これからですよ。今から。あ、でもいいじゃないですか。あ、大吉！大吉！おお。いいじゃん、いいじゃん。ちょっと俺が読みますよ。大吉、はい、お願いします。いいじゃん。大吉、はい、いいじゃん。縁談、身近にあり、健康、新郎に注意だね。結婚、やがて良くなる。やがてかい。世の中に恋という色はないのだけれど、深く身に染みるものですね。なるほど。なんか深いこと書いてありますね。深いね。よかった、大吉で。ここに、はい、一個引くの。これ。じゃん。じゃん。これですか？あ、書いてもいいの？書いたらダメですよ、ちょっと。意味がないでしょ。書いたら罰当たるよ。そうなの？いや、罰当たるって。なんで予感がすんだ、俺。え？これ中吉。かわいい、でも。あ、小吉だ。いいじゃない、いいじゃない。まあ、いいよ。さっきは吉らしい。そうそうそう。いつもの景色に新発見。はい。うんうん、いいじゃない。いいじゃん。日常に退屈を覚えるのは幸せの証です、ね、うん、今ここにあることに感謝し、自ら人生に楽しみを見つける努力が必要です。うん、楽しいことに挑戦もしてと。うん、あ、いいじゃん。お、これ楽しいことですよね。いいでしょうね。ありがとうございます。よかった、みんなよかった。だいぶ慣れました。ああ、全然大丈夫。もう慣れちゃいました。全然大丈夫。東京まで帰っちゃう。東京までこれで帰るのは結構大変。ああ、手が疲れるね、アクセル。ああ、そっか。そうか、手が疲れそうだね。アクセル重いから。ああ、なるほど。レンタカーはいくらですか。レンタカーは30分3,300円。燃料と保険も入ってる。入って？入ってる。どこで大体みんな1時間借りるの？そうですね。30分の方もいらっしゃいますけど。じゃあまあ6,600円か。はい。1日何回転ぐらいするんですか、例えば。1日に3回転ぐらいしていただけると成り立っていくんですけど、まだそこまで回らないんです。5月の1ヶ月で計算すると成り立ってます。おお、すごい。ゴールデンウィークじゃやっぱりたくさん。はい、そうですね。おお。なんかタイに来た気持ちにだんだんなってきた、
ボケとかね。なるほどね。川ね、カヌーとかあるんだしね、ラフティングとか。荒川ですね。川魚。アトルってこんないいところあんだ。いや、いいよね。ラフティング。カレーザーみたいだね。涼しくて、そう、カレーザーみたい。あ、確かにそうだ。風が違うんだよね。ね、本当ですね。体中に浴びる風が全然。自転車なんだろう。気持ちいいですね。もみじ狩りも綺麗です。あ、もみじね。はい、もみじ狩りも綺麗です。もみじ狩りも綺麗なんで、秋に来たら。すごい、川がすごい見えた。川いいね。ね。夏なんかめっちゃ気持ちいいよね、なんか川。もうこれは後ろに乗った方がずっと気持ちいいんです。ね、本当。体全身に風を感じるんで。そうですよね。これ東京までは帰れないね。ちょっとね、疲れちゃう、手が疲れる。これ長鳥の駅ですか。はい、長鳥の駅ですね。ここで到着だね、はい、そうだね。なるほど、なるほど、一周してきたんですね。一周してきた、うん。おやつ食べたくなった。食べたいな。いいね、いいね、いいね。ね、ちょっと社長、おやつ屋さん、はい、ちょっと連れてください。ありがとうございます。この先に八兵衛さんってたい焼き屋さんありますか。そう、いいです。あ、すごい。なんかいい感じよ。いい感じ、いい感じ。ここですよね。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。じゃあ、たい焼きをいただきますか。はい、ありがとうございます。いいじゃないですか。お金。これ持ってますよ。お金持ってます。持ってます。たい焼き、食べましょう。所長もこれそばたい焼きですので4つ4つ、はい、ありがとうございます。いくらですか。すみません、840円ですね。はい、高い。はい、はい、あ、ありがとうございます。所長、所長、はい、ありがとうございます。所長は普段食べてるからあんまり食べないんでしょ。いや、そうでもない。そうでもない。いただきます。ごめんなさい、そば粉たい焼きってどういうことですか。あの、普通のたい焼きって小麦粉で作るんですよ。はい、これ、あの、小麦粉一切使ってないんです。あ、そう、はい、そば粉とあとプラスアルファで。そうなんですね。はい、じゃあすいません、1000円。で、1個210円ってことですよね。はい、いただきます。あのね、はい、160円。はい、すいません、ありがとうございます。あ、アホちゃん重い。これちょっと見てください。普通のたい焼きよりも持った方がいい。いや、あんこ入れてくれます。ずっしりしてる。普通のたい焼き、あんこが残り出してない。あれ白あんなの、うん、白あんなの。いや、頭にですね、あんこ入れてないんですよ。生地が全然違うじゃないですか。だから最初に生地だけ食べてほしいんで。そうなんだ。そういうこと。まずは頭に入れて。うまい。白あんかと思ったらそうじゃなくて。いただきます。あんこが出てきた。うん。でもさ、本当だ。これ蕎麦粉じゃないですか。このたい焼きさ、ケチ臭くない。入れちゃってます、うん、中身がギュッとしてて、うん、あのね、味がね、面白い。まずもっちりしてる、うん、乗って、うん、そんなに甘い感じじゃないよね、うん、これ上のこの蕎麦粉のもちもちがすごいですよね。うまいよね、ね、うん、この蕎麦粉うまい、うんうんうん。じゃあ最後のスポット行きましょうか、うん、最後は何、ね、最後はね、近いのでこのまま歩いていくんですよね。そうですね、商店街の方があります。はい、ここは社長、ここは長瀞商店街で岩畳までの間、お店がいっぱい並んでるところですね。商店街、はい、なんかあれですね、あれです、風情があるね、はい、今日は多分ね、平日のもうこの時間なんでね、そうですね、もう閉まっちゃう時間ですよ。お客さんはね、もう5時近いですからね、うん、そうですね、あ、そうだよね。いや、こんなにいいとこだったんだ、うん、東京から近くてね、近い、あの、来やすい場所で、東京から2時間ぐらい、うん、はい、そんなもんだよね、うん、2時間弱で来れますね。だから、ね、ドライブでね、来て、はい、これのちょっと、あ、うん、ほら見てください、釜飯屋さんもあって、うん、川魚。あ、今日は定休日なんだ。そうなんですね。所長、この辺って、はい、泊まるところもあるんですか。あの、私どもの施設としてはあります。あの、射的また、射的がまたあった。射的なんかすごいいっぱいあるな、はい、うん、射的ね、アルバイト募集してますよ。本当だ、いいですね、これ、ね、アルバイト60歳までいけるね。70だっていいじゃないですかね、別にいけるいける。ジマちゃんは70だって。8発500円、8発500円ああ、
出た、鮎めし。あー、ほんとだ。綺麗なとこにしたいな。うわー、最高だ。うわえ、こちらが岩畳。岩畳。お、綺麗。泣いちゃうな、これ俺。綺麗、綺麗。岩畳、すごい。最高。めっちゃ綺麗。大きいですね。いいね。本当に岩が。岩畳のように。こういうのあったんですよ、うちの家のお風呂場に。そうなんだ。こういうのの絵が入るのがあって。いや、これはすげえ綺麗。すごい、これ自然でこうなったんだよね、岩畳。はあ、かっこいいわ。わあ、ほんとほんと。かっこいい、かっこいい。素敵。これでもさ、この上に登った方が良くない？結構歩けますよ、僕なんて。ねえ、すごいよね。いいじゃん。でもなんか確かに老石っぽいかも。はあ。これはすごいわ。これはすごいわ。すごい、これはすごい。これはすごいわ。ねえ。わあ。わあ、本当だ。いいね、なんかね。川が。ジャングル大帝レオみたいでさ、確かに。いや、めちゃいいじゃん、ちょっと。いや、素敵素敵。うん、ここライン下りでも下るんでしょうね、ずっとね。これどういうことよ。いや、これはいいよね。なかなかいいぞ。うん、でまたそういうね、先っぽに行きたがるんですよ。あ、でも一等賞の人は行きたがる。ほら、あれ小学生だよね。よく小学生でいて先生に注意されるよね。そうこれはあれですか？はい、ここはですね、これはね、教えてください。はい、社長に説明してもらった方がいいのかな。これ大きな石が一枚岩で出来上がってるんですね。自然石ですけど、すげえすげえ。はい、あのコブになったとこは縁切れてますけど、はいはい、大きな一枚の岩で出来上がってるんです。大きなこれ1枚の岩なんですって。へ、すごい。これね、1924年、大正13年にもう国の天然記念物に指定されてるスポットなんですって。うん、これ全体がね。そう。はい、だからこれあれ、地質見学の聖地でもあるらしいですよ。これ地質の現象を観察できるということ。なんでこんな風なさ、ね、石が1枚の岩でこんなになったんだろう。なんか波みたいなね。いや、だから地下がどん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 隆起していって。地震に強いんです。っていうやつ、そう。隆起タイプ？そうそうそう。だからこう年輪になってるじゃん。まあ確か地層になってますよね。へえ。ああ、すげえすげえ。これはすげえ。ねえ。いいじゃない、ちょっと。いや、素敵素敵。へえ、綺麗。いいね。ねえ。もうテリーさん自分のね、番組忘れてる。忘れてる、もう忘れてるから。もう自分全然番組忘れてるやんでしょ。記念写真撮っちゃってるからもう。また綺麗に撮れてますんだよ。ね、綺麗に撮れてますけどね。綺麗に撮れてます。はい、そうですね。いや、もう最高だね、ここ。いや、最高ですよ。めっちゃいいね。いや、今回はね、つくつくで長瀞観光を満喫しようっていう企画でしたが、いかがでしたか、お二人とも。満喫した。うん、なんかもう軽井沢に来てるみたいだもん。もうね、想像以上。よかった。いや、想像以上。いや、ここもすごいよね。こういうところ、こうつくつくで来るっていうのはどうですかね。あ、いいですよ。いいよね。あとね、夜ね、あの鮎のね、なんかちょっとね、食事してな、素敵ですね。満喫。だから東京から2時間でこんないいところが出会えるなんてさ、ちょっとなんか感謝だね。確かに、本当に岡澤さんね、この自然に感じですよね。こういうところでこうね、つくつくの観光をやろうとされたのがまたすごい。頑張ってくださいよ。ありがとうございます。ありがとうございました。あの、宿泊しててもこの近くに行くのもありますので。そうですか。そうですか。来ますよ。ぜひ遊びに来ていただければと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。中古車買取ホット。車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド、ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか。
はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対してまあチューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは猪木さんどんなところが一番魅力的ですか？個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして、ブレスト。ブレス、ああ、ブレスさんですね。はい、板金、はいはい、塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。